おはよう先生、本日の締めこちら、深見礼一郎先生のストラディバリウスを上手に盗む方法です。音楽を実にした中編集です。表題作はストラディバリウスやコンサート会場から消えた事件を扱っております。音楽、バイオリンへのいろいろな側面を示しながら告知や驚きが描かれていました。また私はレゾナンスが大好きです。内面に沈んでいく描写、そして映像的な美しさとカタルシス、もうたまりません。ぜひお読みくださいませ。